どうですかこれ、なかなかの景色でしょう。まあ、GoPro のスーパービューで綺麗に映ると思うんですけど、まあ観光で来る人こっち本当ねいないので、こんな景色をお届けはなかなかできないと思うんで、うん、ちょっと来てみました。まあそんなに長い距離はないんですけど、結構まあそこそこ横浜のらしい景色をちょっと遠目に見れると思うんですよね。うん。でこれ右に曲がってあの東神奈川の方に抜けるんですけど、お映ってるかな、瑞穂ふ頭って、うん、書いてあるじゃないですか。そこがですね、よくドラマで出てくるこう横浜に昔からあるこうバーがあるんですよね。まあ多分見れば分かると思うんですけど、まあ昔の本当に特に刑事ドラマだったり、うん、まあ危ないデカなんかも出てきたと思うんですけど、よく使われたところですよね。それがこの瑞穂ふ頭の入り口のところに、うん、あるんです。ちょっとそこまで行って、動画を終わりにしようかなと思ってます。すぐなその斜め前ぐらいなんですけどね、まあ、こっちから見ると別に大したことはない普通の家なんですけど、まあ観光地ではない横浜、うん、まあ他県から来られる方はね、まず間違いなく先ほどのみなとみらい赤レンガあたりを目指して来られると思うので、まあ この辺とか、あと本牧の方、本牧ふ頭の方とかっていうのはね、うん、まず行かれることないですよね。ここですね。見たことあるでしょ、バースターダストとポーラスター、よくドラマとかね映画とかでも使いましたかね、うん、まあ、これ夜になるとネオン光ってね、それなりの雰囲気になりますよね。こんな感じです。そしてこちら橋から見る横浜みなとみらい地区、お、なんかちょっとね見えますよね。よく撮影やってましたよねこの辺ではね、本当に。どうすか、あっちはマリンタワー、観光では来ないでしょ。
こんなところも古き良き横浜、こういうところがですね、昔はこう本木の方とか結構あったんですけどね、まあ今は観光地化されて綺麗な横浜になってしまったので、まあこういうところがちょっとでもね残ってくれているというのは本当にありがたいですね。この画像を切り取ってサムネですかね。はい、まあこんなちょっとした横浜の、ただいま横浜のね、はい、観光地じゃないところのご紹介でございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ね、グッドボタンしていただけるとめっちゃ嬉しいです。それではまた。ぶち